ねえねえ、イモガエルとマロガエルって知ってる？福音シリーズに最初期から出てきた原生生物だな。それがどうかしたのか？あれってカエルよね？カエルだな。口は？口？うん、そういえばあのカエルって口とかないじゃない？どうやって捕食しているのか、なんでピクミンを潰すのか、なんだか妙に気になっちゃったのよ。調べるのもいいんだけど、せっかくだから詳しい人に聞いちゃおうかなって思って。ふむ、なるほどな、そういうことか。よし、なら今回はイモガエル、マロガエルの生態や、各作品における歴史を解説していくぜ。歴史の深い原生生物だし、生態を調べると結構面白いことも考察できるんだ。それは期待できそうね。どんな話が聞けるか楽しみだわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。まず最初に、イモガエルとマロガエルの生態についてだ。まずはイモガエルから行くぜ。よろしくお願いするわ。イモガエルは水辺に生息する原生生物で、和名はダルマイモガエル。スイートポテトを連想させる色合いの、まさしく芋のようなカエルだぜ。目と平行に並ぶ3つの緑の斑紋も特徴的だな。カエルだが泳ぐことはできず、基本的にジャンプのみで移動するぜ。ぴょいって飛んでくるのよね。現実のカエルはちょっと苦手だけど、この子はコロコロしてて可愛いわ。割と好きっていう人も多いイメージだよな。クミンたちを見ると大きくジャンプ、潰して攻撃してくるから注意が必要だぜ。これが結構厄介なのよね。いつ飛び上がるのかって最初はタイミングがつかみづらいし、今だと思ったタイミングで飛び上がって、わたわたしていたら潰されちゃったこともあるわ。ああ、あるあるだぜ。私も縛りプレイしていたりするときは慌てちゃって潰されたこともあったな。ちなみに近くに生息している原生生物のオタマはこのイモガエルの幼生だ。やっぱり子供はオタマじゃくしなのね。クミン2におけるオリマーメモによると、春先に池や湖などに張り出した、木々の枝に産卵するらしい。通常はイモガエルまで育ったら繁殖して成長を止めるんだが、特殊な環境下で繁殖せずに成長し続けた個体がピクミン4の主ガエルという設定があるぜ。あ、そうなんだ。大きくて主だから群れのボスなのかと思ってたけど、別に繁殖しまくっているわけじゃないのね。ライオンなんかとは違う感じなんだろうな。ただ春先のイモガエルの活動が活発なのは捕食者からオタマを守るためっていう説もあるらしいぜ。習性として小さくて動くものを押しつぶすから、誤ってオタマを踏んでしまわないように、自ら子離れして離れた場所で生息するんだ。なるほどね、確かにピクミン2でも、イモガエルとオタマは離れた場所にいたわね。作り込みが細かくて面白い設定だよな。また、押しつぶし攻撃を行うから重量を確保する必要があり、体の大部分に水分を蓄えているんだ。類メモによれば、足以外は水っぽくて調理には向かないらしい。あんなにたくさん身があるのに、足以外は料理に不向きなのね。体液だと水分補給にも向かないだろうしな。さあ、続いてはマロガエルの生態だ。あの体が白くて、目が赤い、ちょっと怖いカエルの方よね。そうだな。和名はマロイモガエル。地下水脈に流され、そのまま洞窟を生息地域とし、体が洞窟生活に適応するようになったイモガエルだな。あら、ということはイモガエルと同じ種類なの？というよりも近縁種といった方が近いな。祖先が同じで、違う場所で変化した種類ってことだ。ダルマイモガエルやオタマを洞窟に入れたとしても、マロガエルにはならないと思うぜ。ふむふむ、なるほどね。人間とチンパンジーみたいなものってことかしら。そういうことになるな。マロガエルは洞窟生活に適応しているため、その体はダルマイモガエルと比べると平たく、岩の隙間に潜みやすい形状に変化したぜ。一方でイモガエルのように鮮やかな体色はなくなり全体は白い見た目をしている。この白っぽい体がなんか薄気味悪いのよねー。ゾワゾワするわ。そういえば、体の色も違うけど目の色も違うわよね。なんでマロガエルは赤い目をしているのかしら？目が赤い理由が記されている資料は見当たらなかったが、白ピクミンが地中のお宝を察知できるから、暗闇でも捕食対象を見つけやすくする進化かもしれないな。なるほどね、確かにそうかも。マロガエルもイモガエルと同じく、泳ぎは苦手でジャンプでのみ移動する。そうそう最初の質問の答えなんだが、このジャンプ攻撃こそが、彼らの捕食行動なんだぜ。え、捕食行動？ただ縄張りを守るために攻撃してるんじゃないの？そういうのもあるかもしれないが、これは劣気とした捕食行動なんだ。押しつぶした生物の体液を皮膚から吸収して接触するんだな。これは任天堂公式サイトピクミンガーデンピクミンのいる庭内で、生物図鑑のイモガエルの項目で記されているぜ。残念ながらマロガエルについては記載がないが、近縁種だしおそらくマロガエルも同じく、捕食行動だと見ていいだろうな。なるほどね、まさか皮膚から食べるタイプだったなんて。私たちとは大きく違うからちょっと想像つかないよな。というわけでイモガエルとマロガエルの生態についてはここまでだ。ベテラン原生生物なだけあって、設定が細かくて面白いわね。それじゃあ次は、各作品におけるカエルたちを解説するぜ。まずはピクミン1だ。イモガエルは大水源に、マロガエルは樹海のへそにそれぞれ登場したぜ。懐かしいわね。カエルっぽいけど私たちの見知ったカエルとは違う敵キャラに、ちょっとワクワクしたり怖くなったのを覚えているわ。ははは、そうだな。
運ぶのに必要なピクミン数は7匹。飛び上がって対空、その後に押しつぶすという攻撃方法は、この時から変わっていないな。また、こちらは参考文献は見つからなかったが、ピクミン1においてはマロガエルよりもイモガエルの方が体力が高く索敵範囲が広いぜ。またピクミン1におけるカエルたちは、ちょっと特殊だぜ。特殊？どういうこと？ピクミン2以降は洞窟というシステムが入ったこともあり、マロガエルは洞窟内で現れるイモガエルの足という扱いになった。だが、ピクミン1で青ピクミンと出会うのは？樹海のへそ。あ、そっか。洞窟風のステージが先に出てきたのね。クリア後ムービーでのワメイは後のシリーズと同一だったから生物としての設定としては同じだろう。だがプレイヤーからすれば先に出会うのはマロガエルの方だったという扱いだな。なるほどね。確かにプレイヤーからすれば、マロガエルの別バージョンというかにピーカラーがイモガエルって感じるわね。でもこれってなんでなのかしら？そこについては明確な文献は見られなかったぜ。ただ、ピクミンシリーズは最初から、コチャッピーが実はチャッピーの子供じゃないといった小ネタのようなものを好んでいる節が見られる。マロガエルについてもエンディング後にわかる遊び心として先に亜種の方を出したのかもしれないし、ステージの攻略順序を考慮した結果かもしれないな。続いてはピクミン2におけるイモガエルとマロガエルだ。ピクミン2においては、イモガエルは主に地上ステージ、目覚めの森と惑いの水源、そして望みの大地に登場したぜ。眠りの谷にも水ではあるが、こちらは登場しない。なんてったって冬だからな。冬眠で文字通り眠っていたってわけね。マロガエルはその生態からして洞窟ステージに登場。シャワールームや水中の城など、各所で現れてはプレイヤーを恐怖に陥れたぜ。運ぶのに必要なピクミン数はどちらも7匹、ここは特に変わらないな。そういえばピクミン2のマロガエルって、なんだか強いイメージがあったのよね。その通りだ。こちらも攻略域などのネットの情報だから正確なデータがあるわけじゃないんだが、索敵能力と体力の関係が、ピクミン1の時とは逆になっている。見た目に変化はないから余計に強く感じるんだろうな。ああ、なるほど、それでなのね。ちょっと納得だわ。また、その広い索敵範囲からマロガエルは想定範囲よりも遥かに遠くから飛んでくる。ああ、そうそう。そうよ。あの、明らかに物理法則がおかしい飛び方。スーってスライドして飛んでくるのよ。懐かしいな。ピクミン2では紫ピクミンが猛威を振るっていたから、彼らの力を借りてサクッと倒してしまうのがいいだろうぜ。続いてはピクミン3だ。ピクミン3では残念ながら、洞窟ステージが削除された。そのためマロガエルは登場せず、イモガエルのみの登場となったぜ。あら、この作品だけ欠番なのね。内部データ的には、マロガエルも残ってるらしいんだがな。ピクミン3におけるイモガエルはどんな感じなの？登場ステージは始まりの森、再会の花園、交わりの渓流だ。3からはシステム面で弱体化を食らったな。まず、運ぶのに必要なピクミン数は、7匹から5匹に変更された。また、ジャンプ攻撃はそれまでピクミンにしか当たり判定のなかったが、今作からは他の原生生物にも当たり判定が生じるようになった。他の生物にとっても脅威になったのね。カニ玉のハサミも壊せてしまうからな。だがリアリティという面では大きいぜ。それにビジュアルも綺麗にアップデートされた。外観はプルンとしてよりみずみずしくなったし、ジャンプ攻撃の時には体がぷくっと、膨らむ演出が追加された。かわいいわね。弱体化こそされたが、強すぎず弱すぎず、ちょうどいい敵キャラに設定されたと思うぜ。次に、ピクミン4だ。ついに最新作ね。最新作では、洞窟ステージ復活に伴い、マロガエルも復活して登場したぜ。今作からまた新しい綺麗なグラフィックのマロガエルが見ることができるのよね。イモガエルは秘密の壺には、花吹雪の楽園。そしてオリマー遭難期における、トコナギの浜辺にも登場するぜ。マロガエルの方は洞窟での登場。深海の城、ケダモノのゆりかごなどで姿を見れるぜ。この作品から変わった点とかはあるの？そうだな、マロガエルもイモガエル同様、必要ピクミン数が5匹になったことぐらいで、システム面では違いはほとんどないだろう。体力や索敵範囲は変わったかもしれないが、明確なデータは見つからなかったぜ。イモガエル科のひな形は、ピクミン3の時に、調整も完了して完成したって感じがするな。あ、でも、今回はあれがいるじゃない。ヒヤシイモとか主ガエルとかが出たでしょ？お、確かにそうだな。よし、それじゃあ次は派生種について解説するぜ。ではイモガエル、マロガエルの派生種だが、まずは 3DS の移植ピクミン兵ピクミンからだぜ。ここでは小イモガエルと焼き小イモガエルが登場したぜ。小イモガエルってことは、子供ってこと？それともコチャッピーみたいな擬態？これについては子供だぜ。オタマからの成長途中で、尻尾が生えており足も2本だけなんだ。おお、まさしくオタマジャクシからカエルへの成長過程の姿ね。焼き子イモガエルについては炎をまとった子イモガエルだな。イモガエルが炎の中でも生きられるよう進化した種類ってことらしいぜ。焼きイモガエルはいないのかしら？残念ながらいないぜ。兵ピクミンには、イモガエルもいるんだが、こいつは他の作品よりも大きく、攻撃しない限り動かない。
いろんな意味で異色の作品だったわね、ヘイピクミン。続いて最新作に出た、冷やし芋だ。氷の芋がいるよね。飛び上がって硝酸アンモニウムと尿素、水を含んだ混合液を放出してくるんだ。吸熱反応を使った冷却でピクミンを凍らせてしまうぜ。ちなみに捕食行為は他の芋ガエルと同じだが、獲物をすぐに食べずに微凍結で保存もする。なかなかインテリ派なカエルね。最後に、ヌシガエル。ピクミン法におけるボス原生生物で、芋ガエルが繁殖行動をしないまま成長し続けたいわば特殊個体と呼ばれる存在だな。和名はダルマ芋ガエル長寿個体となっているぜ。どれくらいの年月でここまで大きくなるのかしら。わからんが、芋ガエル化自体が長命な生物らしいからな。条件次第で50年以上も生きるらしいぜ。50年。生き物でそれは随分長生きね。というわけで、イモガエル、マロガエルの派生種だったぜ。ねえ、そういえば気になっているんだけど。お、どうしたんだ？なんでイモガエルって浮くのかしら？前屈するところまではなんとなくわかるけど、膨らんだからって浮かぶわけじゃないでしょ？ふむ、なかなかいいところに着目するな。これは完全に私の個人的な考察なんだが、要は風船みたいなものだと思うぜ。風船？風船だって膨らましたからって浮かばないわよ。じゃあなんで風船は浮かぶんだ？そりゃ、空気より軽いガスを入れるからで。あ、お察しの通りだぜ。ピクミン3からはイモガエルは体を膨らませる描写が追加された。ピクミン4でもマロガエルはうっすらだがジャンプ中は全体的に膨らんでいるぜ。おそらく一時的に、大量のガスを生成できる期間があるんじゃないかと考えているぜ。それがちょうど体重と拮抗するから空中に止まる。そしてそのガスを排出するか液体に戻すかして地面にいる獲物を押しつぶすという寸法だ。走って近づいたり、ただ飛びかかるだけじゃ気配を感じて逃げられるからこんな風になったんだろうぜ。ああ、なるほどね。ちょっと納得かも。見た目に反して体重も重いみたいだし、内部にそういう化学変化を起こす器官があるなら一応筋は通っているわね。でもなんか、おならで飛んでるみたいね。まあな。みんなはどうしてイモガエルが飛んでるか思いついた人がいたらコメント欄で意見を聞かせてくれ。イモガエル、マロガエルについてのエピソードもどしどし書いてみんなと思い出を共有してちょうだい。それじゃあ、今回の動画はここまでだぜ。もしよければチャンネル登録、高評価をお願いするわ。次回の動画も楽しみにしておいてね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。